waterfalls, pull triggering a thunderstorm. Summer lingers of wind, seething waves of page. We have heard that before. Take a heart of grace. Take a heart of grace. It's hard to lay the way. We still stand against the fear of Vietnam. The fear of Vietnam keeps our frailty apart. Heartbeat reaching something to take.
on the page. We have heard that before. Taken heart of grace. Taken heart of grace. It's heavenly the way. We still stand against the fear of being numb. The fear of being numb keeps humble frailty apart. No one would be able to look down up this world. Page. We have heard that before. Taken heart of grace. Taken heart of grace. It's heavenly the way. We still stand against the fear of being numb. The fear of being numb keeps humble frailty apart.昨夜再び遺跡の門に近づこうとすると、恐ろしいものが私の周りを取り囲んだ。彼らは疑わしそうだったけれど、敵意を表すことはなかった。本当に私を受け入れてくれたのだろうか。体内に埋め込んだ異物の焼けつくような感じは消え失せ、肌の感覚が鈍くなっていった。私の神経系は機能を失いつつある。取って代わるのは別の形容しがたい感覚。頭の中の音が鮮明になり、耳に刺さる。今はもう必要な思考に集中することができない。それは私にとって良い知らせではなかった。頭の中の音にすっかり飲み込まれるまでに私に何ができるのか。
もしかしたら扉を開く時が来たのかもしれない。扉の奥にずっと探しているものがあって、二度とチャンスは巡ってこない。レビディアという人間がそこで最後を迎える、そんな感じがした。ハルノブ様、リンヤ、ラビー、あなたたちを失望させていなければいいのですが。あの中に私たちの求める答えがあるはずよ、リンヤさん。俺たちこのまま正面から突っ込むのか？怖いの？いや、ただ大胆すぎないかと思って。強力なアブサント信号を検知。このモンスターはレビリア。
bloodline stretches out one more inch with every heartbeat, reaches a fingertip that has been stained at the words on the page. We have heard them before. だわ。彼女は自分に何をしたの？大勢の廃棄種があなたたちに接近してる。早く撤退を。了解。転送ゲートは1回の積載能力に限りがあるわ。最大で2人までよ。デンラ、先に彼女を連れて帰ってちょうだい。ああ、気をつけて。怪我はない？大丈夫だ、心配いらない。大丈夫でよかった。凛也さんと天蘭は先に本部に戻ってるって。ラビーが目を覚ましたみたい。ラビーが目を覚ました？うん、ラビーが目覚めたのは私たちがドクター・レビリアを助けたことと関係があるかもって凛也さんが言ってた。あなたが大丈夫なら早く戻ろう。そういえば夢の中ではお空に真っ赤な目があったの。真っ赤な目？うん、その目がじっと私を見つめてた。怖かったからスパークと一緒に走って逃げたんだ。それでスパークを追いかけて一生懸命走っていたらスパークも見えなくなって、私は一人ぼっち。それから暗くなって、その後は覚えてない。覚えてるのは暗くてとっても寒い。ダビー、大丈夫よ。みんながついてるから。お帰りなさい、エクセキューター。リエさん、ラビーの様子はどうだ？ラビーは悪夢から突然目覚めたみたいだってエスターが言ってた。それに目覚める前、無意識にインニスの名を呼んでいたって。インニス？インニスはミラポリスが住民受け入れのために建設した第二都市よ。ミラポリスの北西にあって
地下鍾乳洞から海底に伸びている。でもラビーはあの海底都市には行ったことがない。どうして知っているのかしら。それに今のラビーは夢で見たものを正確に伝えられない。自分がインニスの名を口にしたことも記憶にないの。目覚めたばかりで調子が良くないみたいだから何日か休ませようと思うの。先にレビリアの様子を見に行きましょう。別の実験室に収容されているわ。ユリン様もそこにいる。リンヤさん、またいなくなっちゃうの？すぐに戻るわ。約束する。博士の脳波活動は低いままね。さまざまな方法で弱い電気刺激を与えてみたけど、どれも反応がないわ。ドクター・クレイフォーはドクター・レビリアをリスナーズ試験場に移送して研究を進めてはどうかと提案してる。でも私が思うに、レビリアをモンスターとして扱うことはできない。この提案はひとまず保留だ。天蘭、ドクター・レビリアがアブさんとの体内で発見されたと言ったが、正確に言うとアブさんとの脳の中からだ。あのアブさんとかレビリアから進化したのか、それとも彼女との間に何らかの共生関係が生じたのかは分からない。埋め込まれたクリスタルポーラーが博士に一定の転化を促し、低レベルの排液種は彼女を同類と識別するようになった。でもこんな転化でより高位のアブさんと欺けるのかな。それに転化の結果は俺たちにとってまだ未知数だ。残念ながら博士は今私たちと直接話すことができない。でもラビーの夢のことやインニスのことを考えると、きっと重要な情報を持っているはずよ。ラビーが夢で真っ赤な目を見たと言っていたわ。目というのはアビスの中にある宇宙遺跡のことじゃないかと思うの。あれって目に似てるでしょ。だがラビーは秩序なきアビスに行ったことがないし、中の遺跡を見たこともない。もしかしたらラビーとレビリアの間には感覚を共有するメカニズムがあって、ラビーの夢はレビリアの夢を反映しているのかも。俺もリンヤさんと同じ意見だ。実験室で見つけた資料とも一致する。範囲機種には集団意識があって、レビリアとラビー、それにシンガー傀儡は同じ貴族意識を持っている。確かに説明がつくわ。レビリアがアビスに残した情報では、彼女が脳内の音に影響を受け続けていることを示している。その音はより上位のアブサントが発したものかもしれない。でもこういった推測はドクター・レビリアが目を覚ました後じゃないと証明できない。それまではラビーとの意識共有を介して私たちに情報を伝えることしかできないわ。今日起こったことは他言無用だ。ミラポリス市民にドクター・レビリアとラビーの正体を知られてはならない。エスター、あなたとドクター・クレイフォーはドクター・レビリアを目覚めさせる方法を早急に見つけてくれ。その間この施設の安全を保たなければならない。それからラビーのことだが、リンヤ、あの子はあなたに任せるから、しっかり面倒を見るように。承知しました。インニスのことだが、我々はレビリアがしようとしていることをまだ分かっていない。だが彼女が本当にアブさんとの集団意識の一部になったのなら、我々の知らない情報を掴んでいるはずだ。インニスのセキュリティレベルを上げるよう命じる。廃棄種の活動は今のところ確認されていないが、ミラポリスは前もって体制を整えておく必要がある。